それそれ、ピピのつけてるその尻尾飾り超いいじゃん。これはベリーベリーお気に入りなの。私のファッションライフの中でも最高におしゃれでワンダフルなコーディネートよ。ねえお願い、それちょっとだけ貸して。あ、いいじゃん、これならブラックキャンディーズのやつらも文句ないわね。見てろ、ギャフンと言わせてやるから。あー、ジェミー、ストップ。やっはなんだかチェビーったら強引すぎるんだもん。ピピさんの尻尾飾りをどうするつもりなのでしょうか。待たせてごめんね。へえ、来ないかと思ったけどちゃんと来たな。当たり前でしょ、大した自信じゃないのさ。ご自慢の尻尾飾り見せてもらおうじゃないの。いいわよ、チェビーちゃんの最高におしゃれでワンダフルな尻尾飾りよーく見なさい。じゃーん。あ、尻尾飾りはどこだ。え、あ、ない、ない、尻尾飾りがない。やっぱり最初から尻尾飾りなんか持ってなかったんだろ。持ってたんだってば。どうしよう、どうしよう。なんだあいつ。ないよ、ないよ、どこでなくしちゃったんだろう。お、チェビー、尻尾飾りは？あの、その、なくしちゃった。最高におしゃれでワンダフルな尻尾飾りがなくては輝けない。グッバイ。ちょ、ピピあ、どうしよう。ここはクマンパに相談だもん。なんぞお困りですかな、マイシー。助けて、クマンパ。なるほど、ピピの尻尾飾りをなくしたぞな、マイシー。うん、あれはピピの一番のお気に入りの尻尾飾りなんだ。なくしたものはなんぞな、マイシー。見つけにくいものぞな、マイシー。お願い、クマンパ。ピッキーン、浮かびました。お答えは？知ってた？実は昼間も星はキラキラ光ってるんだよ。太陽の光の方が明るいから見えないだけなんだ。日差しがきつい。クマッパどういうこと？もうクマッパの役立たず。星の話なんかどうでもいいっつーの。もしかしてピピさんのキラキラでゴージャスな尻尾飾りは夜探した方が見つけやすいってことではございませんか？夜探す？コロンパーキー。
その様子ですと、しっぽ飾りはまだ見つからないのですか？見つけたよ。よかったもん。それがさ、見つけたんだけどあちこち壊れてて、自分で修理してみたんだけどね。チェビさん、それは未来永劫ピピさんにはお見せしない方がよろしいかと。やっぱりこのことは僕たち3人だけのお墓まで持っていく秘密にするもん。あ、ピピ、もしかして私の尻尾飾り？あー、ピピ、いや、これは違うの。なんで隠すの？お願い、私の尻尾飾りを返して。ごめん、実は見つけた時壊れててさ、修理したんだよね。ちょっとだけ形が違っちゃったけど。なのね。まあね。よかったもん。おしゃれの道は奥が深いのでございますわね。1, 2, 3, 4、手と手を合わせ。1, 2, 3, 4、歩いていこう。1, 2, 3, 4、いつまでも。キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。
やあパンキー、どうしちゃったの？エム、いや、流れ星で遊んでいたら落ちちゃったんだよ。あれ、もう流れ星に乗ってもいい時期なんだもん。今夜から1週間だけ解禁になったんだよ。さあもう一度トライだ。バイバイ。パキ、流れ星に乗りに行くよ。さあさあ準備をするでございますわよ。どうやって流れ星に乗るんだもん。決まってんじゃない、星の町の流れ星の丘ですわ。わあすっごい、ダイヤモンドみたいだもん。美しいでございますわ。さあ乗るよ。えいそれお待ちになって。やっほー。ブラックキャンディーズ様のお通りだい。ちょっと危ないじゃないの。なんだなんだ、あんたらみたいなへっぴり腰じゃ流れ星の滝まで行くのは無理だろうが。流れ星の滝というのは何でございますの？何よ、コロンは知らないの？流れ星の真ん中を一番最初に通過すると幸せになれるっていう言い伝えなの。でもそこへ行くまで難関があって簡単には行けないのよ。勇気あるズーブルズだけが挑戦するんだもん。その通り、その勇気あるズーブルズというのが我らブラックキャンディーズ。腰抜け野郎たちはさっさと帰んの。腰抜けって何よ、面白いじゃないの。やってやろうじゃん。ちょっとチェビーさん、落ち着いて落ち着いて、ミルクでも飲んで落ち着いてくださいな。流れ星の滝の真ん中を通過してやろうじゃないの。ああ行っちゃったね。あとで泣いても知らないぜ。それ何さ、言いたいこと言ってくれたじゃないの。おっと、こっちも急がないと。みんな、レッツゴー。わー、待て。ブラックキャンディーズなんかに負けてらんないわよ。おっと、たっぷりと味わいな。
もう何よあいつら邪魔ばっかりしちゃって。さあ急ごう。お待ちになって。もっちゃんだもん。やっほーイエーイ。ピッチはいただき。チェビーだ。負けてたまるか。ブラックキャンディーズをなめんなよ。